こんにちは、ゆうひこです。釣りが終わった後にロッドのフェルールが抜けなくなってしまったという経験のある方も結構いらっしゃると思うのですが、よくロッドのフェルールは冷やすと抜けるなんていう話を聞きます。グラファイトやグラスのロッドはまた別なのかもしれないのですが、バンブーロッドの金属製フェルールの場合、私の経験では寒い時に釣りをしていると抜けなくなるということがほとんどです。以前ブランクにゴムを巻きつけてフェルールを抜く方法というのをご紹介させていただきましたが、今回は温めるのか冷やすのか、どちらの方がフェルールを抜きやすくなるのかということについて検証してみました。バンブーロッドの金属製フェルールについての検証なので、カーボンロッドやグラスロッドについては当てはまらないのかもしれないんですが、検証中にロッドを壊してしまうというようなアクシデントもありましたので、バンブーロッドを使っていない方も興味があるようでしたら、ぜひ最後までご覧いただければと思います。今暖房つけていないので、部屋の温度はかなり冷え込んでいて7度になっています。で、この状態でフェルールを抜こうとするともうかなり硬くて抜けなくなっています。まずヒートガンを使ってこれを温めてみたいと思います。本当はヒートガンだとちょっとパワーが強すぎると思うので、ヘアドライヤーを使った方がいいと思います。ただ私の場合髪の毛がないのでヘアドライヤーを持っていなくてですね、代わりにヒートガンでやってみたいと思います。焦がさないように慎重にやってみたいと思います。こんな感じで簡単に抜くことができました。次に急冷剤を使って冷やしてみたいと思います。凍りつくぐらいまで冷えました。これはフェルールが抜けたわけではなくてですね、接着剤が剥がれてブランクがフェルールから外れてしまいました。一つ補足させていただきますが、最初にヒートガンで炙った時に接着剤にダメージが入って、次に急冷剤で冷やした時にブランクスが抜けたのではないかと思われる方もいらっしゃるかもしれないのですが、実際には編集の順番が逆でして、最初に急冷剤で冷やしてブランクスが抜けてしまいました。想定外の展開だったのでどうしようかなと思ったのですが、もう一度ブランクを差し込んでヒートガンで炙ったら今度はフェルールが抜けました。もう一度やってみたいと思います。抜けてしまったブランクをもう一度フェルールに差し込みます。これでヒートガンで炙っています。でフェルールが抜けました。次にもう一度フェルールを差し込みます。そしたら急冷剤で冷やしてみます。でもう一度抜いてみます。そうすると今度はブランクスが抜けます。これは竹とニッケルシルバーの熱膨張の違いでこうなってしまうものと思われますが、あまりにも寒い中でバンブーロッドを使ったりするとフェルールが抜けなくなってロッドを壊しやすいということが言えると思います。このようにロッドが壊れてしまうというアクシデントがありましたが、バンブーロッドの金属製フェルールの場合は温めてから抜くようにした方がいいということが分かりました。以前の動画でゴムをブランクに巻きつけて抜けなくなったフェルールを抜くというような方法をご紹介させていただきましたが、可能であれば少し温めてから抜くようにした方がいいと思います。今までバンブーロッドを使ってきた中でですね、急に冷え込んで突然雪が降ってきたとか、夕方に気温が下がって雨が降ってきたとか、そういった時にバンブーロッドのフェルールが抜けなくなるということがほとんどでした。そしてそんな時に無理に抜こうとすると、だいたい接着剤が剥がれてロッドを壊してしまうと。そしてもう一点、接着剤についての補足なんですが、このロッドの場合フェルール部の接着は一般的なホームセンターなどで売っているエポキシ接着剤を使っています。最近作っているロッドに関しては接着剤もいろいろと試行錯誤していまして、
システム3という強力なエポキシ接着剤を使っています。そしてさらにはエポキシ接着剤の中にグラスファイバーの粉末を混ぜて強度アップを図るような試行錯誤も進めているところです。今のところシステム3製のエポキシ接着剤を使うようになってからはブランクスがペルールから外れてしまうようなことは経験していないのですが、今回の検証で分かったことはバンブーロッドは寒さに弱いということでですね、少なくとも雪が降るような環境でバンブーロッドを使うのは避けた方が無難なのではないかというふうに思います。大切なロッドを壊してしまわないために今回の動画が少しでもお役に立てるのであれば嬉しいです。それではまた。